J-Web をお聞きの皆さんこんばんはワニマのベースボーカルケンタです今週も始まりました深夜に音楽座談会 Wow Music 本日お迎えするのは Uberworld のボーカルパクヤさんですフェスとかテレビの音楽イベントでお会いしたことはあるんですけど直接こうやって話すことはなかったんでしかも先輩ですので AK さんに引き続き緊張してるんですけどいろいろ音楽のことやったり生きることのツイッタだったりを聞きたいと思いますはい、しっかり吸収したいと思います J Wave ワオミュージック今日は Uber World のボーカル卓谷さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あります。こうやってお話してるの始めま初め、ね、もうほぼ初めですね本当に、ね、は,いはい。もう楽屋でご挨拶したぐらいですもんね。うん、そうです。はい。 で今回この企画でいろんな方をお呼びしてっていうのでどうしたって初めましてで会いたい人に会いたいなっていうので竹谷さんにこう。ど,どうして いや <laughs> もう自分たちがやりたいこと自分たちが信じる音楽で、うんうん、他の方たちが真似できない音楽で一個一個積み重ねていかれてるのがすごく僕もうバンドの理想像やと思うす,すごいそんなふうに見てくれてるとか思ってなかったからずっと見てましたよフェスとかも,うもういつかどっかのタイミングであのお会いしてご挨拶したかったんですけどそうやったわやたいろんなタイミングを逃したんですよ「今挨拶しようかな」 はい、3人でこう入り口間違えたら拓哉さんに嫌われた時がもうずっと嫌われるなと思ってそれであの呼んでもらえて意外性もあったけどすげえ嬉しくてだからかた今回この企画で気になってる方にお会いできるっていうのでもういっぱい喋りたくなってきた。いい <laughs> いっぱ喋りたい <laughs>、はい 拓也さんこうあのインスタだったりいろんなこう記事だったり見てたり写真も見てたりとかしたらこうスケボーとか、うん、BMX とかこう写真だったりかなり幅広く好きなものがあられるんですけど、うん、その中でもこうあえてこう音楽を人生の軸にされたのは何でかなっていうのがすごい気になったんですよね。 それはいわゆるコロナ禍でまたさらに気づいたことがあんねんけどスケボーも中学校ぐらいからずっとやっててスノボとかサーフィンとか今だったらチェスとかポーカーとか趣味がすごくあのね写真とかもカメラ大好きでこのすげえ自由な時間がたくさんできた中でいろんなことやんねんけどいろんなルールを守りながら 一人でこうバイクで出かけて、はい、一人で静かに写真撮って帰ったりとか、うん、あ楽しいなとか、うん、オンラインでこうファンとチェスで勝負したりとかはい,、はい、<laughs> いろんな楽しみ方ができてそのいろんな趣味を持っててよかったなって思うねんけど、はい、今年に入って超真剣に歌を練習するっていうことをやってみて、はい、今まではその歌は、まあ、もちろん大切やけど、はい、どこかそこよりも大事なパッションみたいなものを一番に。 優先順位としては音楽の中でパッションが一番大事として生きてきてんけどここに来てなんか歌が一番大事なボーカリストになりたいなと思って練習しだしたらめちゃくちゃ楽しくていろんな趣味がある中でやっぱり歌うのが好きなんやなっていうのを改めてこ最近気づいて、まあ、だからもう好きっていう気持ちだけで多分この軸になってきたんやと思う。そうですね それまではこう歌にに、対して、まあ、もう音楽を軸に、うん、歌好きやから軸にされてるとは思うんですけど、うん、歌に対しても結構こう練習とかをされてたんですかしてたけど、まあ、週1回ボイトレイに行ったりとか俺がそのボイトレイに行ってたのは,はい、はい、せめて1週間の中で1時間ぐらいはその歌のこと考えようっていうのでなんか行ってたところがあって本当にうまくなろうとか練習しなきゃっていう意識がなくてはい、はい、最近はまた違って。 高音でその歌を歌いだして、その歌えるようになってくることがすっげえ楽しくて、まあ今更かとか思いながらも、それも自分っぽいなと思いながら真剣に練習してて、超楽しい歌。俺もうそれ聞いて驚きですね。タケヤさんのライブを見てて。 もうやっぱハイトもトーン抜けてブレを全然感じなかったんで全然そんなことないけどあしかも MC なんかほぼ叫びやないですか、うん、俺もその叫びでこう熱い気持ちを言ってしまうともう二曲目とかで喉がポーンいっちゃうんですよ<ー>だから竹谷さんのライブにとって全部もう叫びでしかもしっかり抜けるっていうのが俺でまたさらに歌を今勉強されてるんやったらちょっともうやめてほしい <laughs> <laughs> いやでも俺はこのアンケートにさ今まで見たバンドの中でよかったライブはみたいな聞かれてるやつがあっていたあんまり褒めたくないっていうか他のバンド自分たちにコンプレックスもあるからバンドとしてのんかあんまり認められていないっていうは初めだってロッキン俺は出してもらえへんくて断られてんかロッキンっぽいバンドじゃないからロックじゃないから ファンが女の子が9割やってそういう時期があったからはい、はい、反骨精神がすごくすぎて同業のバンドとかをなんかちょっと褒められへんっていうか俺たちの方がかっこいいしみたいな気持ちでそこガッてやってきた分があるからそのアンケートにも答えたくないですって書いちゃったんやけど俺実はワニマン2回見たことあってあ本当ですかすげえ良くて。ああすかありがとうございます <laughs> でこれまあ本当にいい意味やねんけど 2>,、はい、2回見た時のライブがすげえ同じライブやったんな。はい、あ本当ですかあ MC からのその曲の入りとかそのつなぎの間とかまでほぼほぼ一緒で90年代ぐらいのそのメロコアとかそうパンクロックとかすごい聞いてきたんやけど、はい、だいぶルーズなところが良さでもあんねんけど、はい、あるやんのな、はいはい、それがここまでちゃんとこうショーケースとしてパッケージされて、はい、自分たちの一番いいところを分かった上で、はい、一番いいものをしっかり見せていく。 来てるバンドなんやっていうのをそこで感じていわゆるそのルーズな人たちと同じルーツにありながらも結構最近の人たちってやっぱり真面目な人たちがが多いっっててイメージあすそこに属するちゃんと真面目なバンドやねんなっていうのではい、はい、すげえよかったあ。ありがとうございます 一回目にいいなと思ったことが二回目のライブでも絶対出てきてたから、はい、あこれ気づいてるね自分の良さ<あ>っていうのを感じて、はい、あまあその二回から一緒だったかもしれないけど俺はそう感じたす,すげえなと思ったそうですねびっくりですねえ本来はどう、はい、ルーズなんのいえ僕らはもう本当に心配性なんですよもう三人しかいないし、うんうん、でやっぱこう入り口をいろんなとこから増やしたんですねテレビに出るっていう選択肢も取ったしなんでセットリストも割と僕らこうツアーでも変えるんですよ。 変えてるんや。変えるんですよ。な,なんで多見られた時は。たまたまやフェスなのか、うん、まあ、その一発目で調子が良くて、ならもう一発。同じので、もう一回みたいなノリやったのかもしれないですけど、ね、割と変えて。お客さんに対して、サプライズでセットリストを変えることが多いんですよ。でも、そういうこともできるように、まあ、練習は三人しかいないので、まあ、練習ぐらい簡単なんですけど、うん、集まるだけなんで。で、練習はしてるんですよね。そうっ、はい。曲のつなぎとかも完璧やって。あ、本当ですか。た。 たまたまだと。そうや <laughs> <laughs> って、<laughs> はいはい、じゃあ、こう、その感覚的にそういうのができてるのかもしれんないな、なんか。 いやもうそれ言うたらウーバーのライブなんか毎日練習されてますか練習は練習するし、はい、俺はそのあんまり変えへん人でだからファンにも「拓哉、はい、が考えるセット率は面白くない」っていう、ね、<laughs> <laughs> そう俺が一番見るのって曲感やねんなその曲と曲の間とかのつなぎがどれだけいいかでの次の曲の良さが変わってきたりするからはい、はい、対バンで見るよしあしもやっぱそこ大きくてすげえ良かったよなそこがう嬉しいですね たさんの音楽人生特に影響を与えた曲とかありますかバンドを始めた20年ぐらい前に地元のライブハウスであの見たバンドで TICK、はい、っていうバンドがいて今はもう亡き TICK、はい、っていうバンドがいてお客さんがその時10人ぐらいしかいないライブハウスではい、はい、本当に最高のライブしてて涙が出てしまって、はい、良すぎて感動してお客さんいるいないじゃなくてかっこいい音楽をしたいなって。 っていうのをすごくこう心で感じさせてくれた曲がこのティックの志っていう曲です続いては楽曲制作についてお伺いしていきます曲作りなんですけども僕は結構こう不器用でまあ、メロディーができて後に歌詞を載せるタイプが多くて、うん 結構こうスタジオにもメンバーでこう何十時間も入ってアナログな作り方でやってるんですけど、えー、アナログっていうのはもう本当にもう3人でそうなんですよバンドでそのスタジオで鳴った音っていうのが一番俺は真実な気がしてて、えー、でそこで見えたものやったりと思ってたんですけど、ねうん、たくさんどうやって作られたんやろうなと思ってコンパソコンで録音しては聞いての繰り返しかな、はい、ロジックですか うんそう,そ,うそ,うあそうなんですねロジックで作って、はい、ツールスで撮るっていう感じ、はああ、うん、歌は10年ぐらいは自分で撮ってる本ちゃんのレコーディング本ちゃんをあはあそうだからもう基本的にはギターかピアノかどっちかで本当に簡単なコードで弾き語ってみてかけらができたらそれを広げていくっていう感じだけど大体、はい、いいパソコンが必要。 Uber の曲いいいてて決まりがななじゃないですか、うん、歌詞も本当にこう流れで聴いても全部違うというか、うん、ストーリーがある感じがすごいしててれ、うん、はめていかかるんですかもう頭から歌詞はこう伝えたいことがあって書いていかれるのか歌詞はもう日々なんかこう更新されていくっていうかもう携帯に。はいはいはい 僕がもうスマホに書い,ていく人ないけろ、はいろ自分の思ったことだったりとか、はい、結構そういう習慣はもう昔からあって、はい、中学校ぐらいからこうポエム書いたりとかするの好きで、はい、中学校1年生ぐらいから初めて曲作ったのも中学校1年生でその辺からもうそういう習慣があってこう1行ずつを書くっていあ<ー>まあ昔はノートやったけど歌詞はもうだからもう事前に出来上がってて弾き語ってメロディーを出してオケが完成する頃には、はい このオッケーに何を歌うべきか、何を歌いたいかっていうのが決まってくるから、んなんか俺の中でほぼ同時にこうなんか完成していくっていう感じ、ね。メンバー集まってドーンって、うん、作る感じではないですね。もう10年ぐらい前は。 もうバスドラの一発でさえもちょっと違うことしてきたら「いやそこそういうふうにやってなかったはい、はい、そここだわってるから」みたいな感じでぐじぐじ怒ってた時期もあったけど全然もう今はもうみんなのこうセンスっていうか<あ>うそっちの方がよくなるってことにどっかで気づいて信じてやるそうおかしなこと言っていたよ昔は。<laughs> <laughs> 僕たちの場合はこう作詞作曲を僕やってスタジオでドーンってしてキックこんな感じで叩いて合わせて「うん、いや違うギターこうやって弾いて」っていうので、まあ、2人が僕に合わせてくれるので意識共有みたいなのをしっかりしないととっちらかるというか僕ら本当メンバー3人でよかったなってすごい思う,うんですけどメンバーが合わせてくれるからワニマの場合は成り立ってるんですけど初めはどうやって伝えるのみんなに。 あのもう付き合いが長くてギターのやつとは4歳から一緒なんですよ。なんで本当特に会話はないんですけどそうメンバー間で会話ってありますかあるよ俺 ドーム見ててこうみんなでこう手をこう合わせてこう抱き合われるじゃないですか、うんうん、ああいう姿見て俺やっぱもうめちゃくちゃいいなと思った <laughs> 俺ここやりたかったのにギターの講師に4歳から近すぎてこれできないなっていうのがあるんですけどあ,<ー>あれ見とって俺もうそういうことよなーウーバーの良さそこみたいなところあるんですありがとう,うちなみに抱き合ってたあの泣きながら抱き合ったベースは俺幼稚園から一緒やから<あ>多分俺も三34歳から一緒。はい でも、今ほとんど会話なく、あうんで伝わるってことだろ。俺、あいつの言ってること半分ぐらいわからない、ね。<laughs> <laughs> マジで、きてるやつな人やから、まあ。はい、ベースの彼は、ずっとこう、フレーズをこう、俺に言ってくるんだけど。はい、あの、たけ、ここのさ、<laughs> ドゥ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 の、<laughs> ドゥの部分あるやんか <laughs>。<つって笑> 全部鈍やし分からへんけど彼はそれで伝わってると思う。それが伝わるタイプの人たち。そう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 。もうどんどんどんのどの部分。あそうですそうです。もうあのワニ孫ウーバーがあるみたいな。あそうやでもそれ俺東京ドームだった男祭りで見た時も MC でこう卓也さんがこうベースの方に話しかけててそうベースの方がこう規定列なこと言われてる感じがあったんですけどあそれとか見て今納得しました。ああ。いやあの人本当にすごいから。 絶対にラジオ4番本位これまで作ってきた曲の中で思い出に残っている曲や完成させるために苦労した曲はありますかー苦労はしんがあったけど変わった出来方が一つだけあって、はい、寝て夢の中でできた曲が 1> 1曲だけあって、はい、夢で音楽ししてるることあるでしょあででょりますでも起きたら大体忘れてないそれ絶対拾いたいと思ってここにスブロコンできる機械を置いといてやってたんやけど、はい、3回ぐらいやったけど朝起きたら大したことなくて、はい、メロディーが、はいあ。やっぱ寝てる時のあれってくないんかなとか思いながらも置かなくなった頃にはっきりとこうメロディーと歌詞が残ってた夢があって、はい、でもうどうせこれも良くないかなとかも思いながらも一応撮っとこうと思ってきた。 3つ目ぐらいでコードでハマってきて、はい、ババーッと完成してもうその次の日にはもう歌詞もほとんどわって出てきたっていう曲が<ー>7日目の決意っていいう曲です、はい、それ以来ないけどね続いてはあの最新曲「ネームリー」についてお返ししたんですけど、はいはい、これはですね、はい、今まだ歌詞を書いてるえでも僕あの映像はこう<あ>アニメーションに。 アニメのののエンンディングの長さの分は先に作ってアニメを見ていたんでそこの部分に関してはもうこう歌おうと思った部分がこうバババッと出てたからそこだけはしっかり作り切ってそのフル尺にするときに自分たちの世界観を入れるっていうか今のこの1分半ぐらいに関してはもうアニメの世界観をしっかりと生かしたいなっていうのもあって今続きを書いているところです。ううでですどか今続き書いててあでも、はい カラオケで歌える曲が欲しくてってことはもう低音重視で割とキーは低めに設定して歌詞とかも詰め込みすぎず大きく歌っていけるようにちょっと今ふわりととか考えながら丁寧に作ってるころそれすごい僕村も今当たってる悩みの一つでもあったのでけてしかったです昔はさレコード会社の人が何回も言うわけ「もっとカラオケで歌えるような」みたいなそれ言われちゃうと。 何がとかなってすげえわかるでしょでも今や何も言われるようになってから、はい、どんどんそのレフォン会社の人たちが言ってた言葉がちょっと意味がわかるっていうか、はい、カラオケで歌える歌って素敵よなみたいなそうなんですよねあの僕男祭り東京ドーム2019年12月の DVD で見させていたんですけど、うんうん、音楽史上初ですよねそもうその B フラットから230人から始まり、うん、で東京ドームですもん、うんうん 理想やっぱこうお客さんとは e b ワールドがつけ上げている世界が僕たちが知らないところであるっていうのがすごくこうバンドとしての理想像だなと思ってうあのこう階段っていうのは自分たちでもすごく達成感を感じたし、はい、すごい悔しい思いをしてきたものが、はい、多くて例えばその「ロッキンジャパン」に出してもらえなかったとか、はい、<laughs> じゃあいざ ZEP で男祭りをしようってなった時にチケットが500枚余ってたりとか、はい、悔しい気持ち をしっかり埋めるだけのなんか達成感っていうのが東京ドームにはあって、うんうん、バンド冥利に尽きるっていうか、はい、自分たちの後輩のバンドもまあ言いてもそんなにいいひんねんけど後輩のバンド数 <laughs> 少ない後輩たちもそれに可能性を感じてくれてたっていうか、はい、派手なこのプロモーションで男祭り男祭りってしたわけじゃなくて、はい、口コミで広がっていったものがすごい形になったっていうのがやっぱりあるべき形だなと思いましたね、はいはい、単純なちょっと興味なんですけど匂いってどんな感じなんですか、うん、あ <laughs> 意外 あの「z あのゼップ東京とかでやると「<laughs> ゼップでやると「女祭り」でもはい、はい、あ人間なんだかっていう感じ <laughs> みんな人間だなって生きてるねっていうお<ー>、まあ、もちろん男祭りもすごい獣臭するけどでも東京ドームの時は感じへんかったっていうよりももう感じれへんかったんかなあの時はもう,う。いやでも熱気がやっぱもうこのウーバーアルドの6人のそのまあもう気持ちも すごかったし映像で見てもそう伝わってきたし何よりこう最初女性ファンが多くて悔しくてこう男祭りを始められたっていう。うんうん 僕らもやっぱライブで男の拳を上げたい男が上がる音楽を作りたいっていうとこもあったのでやっぱウーバールドが作ってきた男祭りっていうのはバンンドマにとって憧れなんですすごい優しい言い方されてたんですか女性は気づくのが早いからみたいなあの言い方もこのボーカル絶対モテるやんみたいなところあったんですけどでも本当にお互いのバンドをしっかり支えてくれてるのって女性のファンとかがはい やっぱあの子たち、早いもん、その、いいものを見つけるのが。はい、そう、広める能力っていうか、はい、人に教えてくれたり伝達する力もなんかすごいから。はい やっぱすすげえ感謝もるしそこをちょっとんか伝えるのおろそかになって何回か炎上しててんけどでもそこはもう本当に根底にあった上でやっぱあの尻のう男どもっていうかそのんかハに構えてるやつらをねガって拳上げさすのってんかやりがいでもあるよなそれは。でもやっぱその僕らが知らないこと経験されてる Uber のその男祭りっていうのを見た時に「プレイングラン」っていう曲の全部やって確かめればいいだろう。 ちゃんと書いてくれて、ちょっマッチメアな素敵、そういうところ素敵やで、ほんまに。拓クさんやから歌える曲やな、すげんを。ああ、ありがとう。それもあの伝えたかった。ありがとう。はい。よくあの会場になんか寝泊りされる。そうそうそう。会場に泊まって、一日目は東京ドームに泊まって、男町の翌日が横浜アリーナでライブだから移動する前に皇居を走ろうと思って。はい。お客さんと。そう、千二百人集まって。 マジで捕まんのかな俺って思った警察も来て「これ誰が主催してんにゃ」みたいなそのうちの警察の方が「してくれててタクシさん走られてますもんね」みたいなもう本当に走ったら走り終わったらここにたまらずに速やかにも出てってください。はい、皇居なんで、はい、テロかと思います <laughs> 1200人が集まったらっですよ、ね、しかもみんなウーバーワーバワルドってて書いてあるシャツ <laughs> 俺らは皇居に来いよなんて一言も言ってなくて毎年と誕生日の日だけ走る一緒に走るの OK って言ってて男祭りの次の日は誕生日やったから、はい、まあ今日は一緒に走ってもいいよっていうことだけ言っててでもどこで走るかは教えませんみたいなでも,もそれでもう気づいてくれてるやつが1200人が集まって「拓也 <laughs> 皇居走ってるからいあいつここで走るぞ」みたいな。ああ 読んでないのに 1, 人来たたややつだ俺やっっ俺ら言っちゃうそれを言わない高橋さんのかっこよさが <laughs> 言うところあったら言いたい,い <laughs> <laughs> ここで広めてもらったのが <laughs> いやマジでそのやっぱお客さんとの関係性がやっぱすげえなとて思うんですれそれ嬉しいお俺それはでも本当に感じてるっていうか俺も本当に大切に思ってるいやいやもう。 見ててすごいもう財産やなってすごい思ってその関係性がワニマにも欲しいなワニマのお客さんにこのウーバーのライブ見てほしいなとウーバーのライブ見たらウーバーに行くやんななななららるるよよ <laughs> この人間性いなないやいや,いや 大好きになっったもんだって俺本当ですか大好きになったお俺が「大好きだからなと思男祭り」見てて、うん、僕らもこうやっぱ男がこぶし上がる曲を作りたい、うん、やっぱ男にかっこいいと思われたいと思っててこう男のお客さんを引っ張るコツみたいな、まあ、すげえ難しい質問なんですけど一<ー>個だけあるあコツっていうんかな、はい、東京ドームをやりたいって思った時に、はい、ファンの人にお願いする形じゃ絶対にあかんと思って。 東京ドームに出られるようになりたいからみんな広めてくださいとか俺は絶対口が裂けても言いたくなくてちょっとした賭けをして俺日記を書くねんけどファンクラブ限定でしか見れへんブログがあってそれをじゃあこっから2年間1日も欠かさず1秒も遅れずに絶対12時まで開けるとそれを2年間達成できたら5人にウーバーワールドよかったってお前らは言えと。 もし俺が負けたら坊主するわみたいな坊主で100キロマラソンするわみたいな <laughs> それちょっと賭けみたいな感じで勝負っていうかこっちも人生かけてっからお,、ね、お前らもそ,のそれに感じたんやったらちょっとま結局広めてくれって言ってんねんけど <laughs> <laughs> まあ何かそういう勝負みたいなのをあの男たちとして賭けに勝ったっていうか。すげえ 限定公開のでももし負けてたら本当にもう坊主で100キロマラソンさせる人らばっかりやからファンの人らも絶対そういう口だけみたいなこと許さへん人らやからだから俺も本当に覚悟してもう丸坊主100キロマラソンしながらなんかもしれんなみたいなヒューマンミスがあるからやっぱり書いたものをスタッフの方に送ってスタッフの方がそれをアップしてくれるその辺のヒューマンミスとかもあるからちょっと怖いなと思いながらもでもそれが今もう8年続いてて1日も欠かさず。 日記を書き続けて、うん、まあその日にあったことを気持ちをこう書いていって、はい、なんかそれをやってるうちに広めようとしてくれたっていうか、うん、だから。 俺そのツアー中も街を土地土地で走ったりするんやけど例えば覚えてるのが仙台の駅から走った時についてくるやつがいてすげえ嫌なんほんまは一人で走らせてほしいの俺はびしょびしょになるしちょっと見られたくないなって思うからそっとしててくるやと思うねんけどそういうやつらが23人来たら「お前一緒に走るけどもし俺がお前より速かったら1 0ロ走り切って俺より速かったらお前絶対東京の男祭り来いよ」終わりましたみたいな。 もう本気で走って10キロバーンってぶっちぎった後におモールったから絶対来いよみたいな <laughs> そういうような男臭い広め方は男たちにはした覚えはあるそうですねそんな聞けて嬉しいです <laughs> 僕もこうランニングとかやってるんですけど西武ドームでワンマンやった時にトレーニングしすぎて ドラムくんがこうライブ中に脱水症状になって、えー、ストイック、<ん>でもアンコールでこう救急車に運ばれるっていうのがあったんですけど、トレーニングの仕方、うん、自分毎日その、うん、10キロ走られてるじゃないですか。うん、で僕もう10キロ毎日走ってたんですよ。すで、うん、股関節を痛めて、うん、キロスを うん、調節したりしてたんですけど、うん、男祭りでも言われてたんですけど、こう、俺はその食べ物もしっかり変えて。うんうん、で、いくら声出してた、ら枯れない、体になったんだ、っどれですけど、体作りとかもすげえ聞きたくて。くてそれはもう、最高にやってる、もう、<ー>マックスやってる、多分。はい、アスリートにすげえ友達がいて、はい、それこそボクシング世界チャンピオンだったりとか。はい テニスの世界的選手だったりとか、はい、いろんな人からそのトレーニングの方法を聞いたりとかして、はい、おそらく現状で今一番いいだろうっていうその、はい、食事方法とかを聞いたりとかしてそれを真似してって、はい、まあアレルギー自分のアレルギーを検査して全然平気で食べれてるけど、はい、なんか実はアレルギーが出てたってものが結構あって、はい、そういうものをしっかり全部排除したりとかもちろんタバコもしないし、はい、コーヒーも飲まないし、はい、あカフェインとか。 取らずに、お酒も、もう年に三回って決めて、運動も、ほぼ。毎日十キロ走ってて、あの、この間親知らずに、本抜いて、その日はもう、すすが走りへんかったけど。はい。でも、そこは走ったでいいと思うんですよ。そこは。無理やったぱ、そこの正直さも、や、っぱりそれ無理やったなちょっと弱さに。そこの正直さも。いや、でも、それをやってると、本当にある時期から。あの、喉は、実は枯れるけど。 回復がめちゃくちゃゃくくなっ 2Days、うん、でも、うんはい、次の日には割とこうダメージが治ってるっていうか、うんはい、そういうのを発見できたから<ー>、うん、そういう話は僕らもこう食事もこう制限してとか、うん、いろいろこうトレーニングギターのやつなんか最近こう裸でフェスでライブしたいっていうので、うん、今バルクアップ中で15キロ体大きくなったりしてるんですよねでもやっぱ知識がないだけにこうミスも多くて遠回りもすること多かったんですけど。 徹底してやられてる、拓哉、ねうん、さんのその、今の、まあ、食事法だったり、今あってるのとか、こう。直接会って聞きたかったので。あ、それじゃ、もう、会っていくよ。そうですね。もうあんまりみんなに知られたくないし。あ,あ、そうですね。他のバンドマンとかが、もう、あんまり頑張ってな、はい。いやいや、<laughs> 他のバンドマン、できないですよ、拓哉 <laughs> さんみたいに。みんなタバコ吸ってますもん。みんな酒飲んでますよ。よ腹出てます、よみんな。<laughs> <laughs> 意外とそのフェジカルのトレーニングに関してはその毎日1 0キロ走るって実は体に悪いと思ってて俺は。いやそうなんですね。俺ランも8年ぐらいもうやり続けてて初めの3年間ぐらいはもうぐちゃぐちゃに壊れまくっててもう多分全部壊しったも、うん左足が潰れたらこの右足が潰れてみたいな。 スタッフにも、それ意味あんのって言われたこと。<laughs> そうなんですよね。でも、俺はその、フィジカルでも、この精神的なものを鍛えたかったから。それで良かったんけど、だから、その彼も今なんか、失敗したりとかしてんのよ。それでも、やってるっていうのは、結構、心の栄養にはなって。ってるから、応援してあげたいな。なんか、今日は、その、ワイマが。 なぜこんなにも人気があって、はい、急にこうガッと出てきたかっていう理由が分かったわメンバーもそんなにストイックな人メンバーももう本当についてきてくれててもう3人ともそうなんですけど素敵僕ら結構鎖国してた時があったんですよ。うん、他のバンドうん、うん、今さっき最初に言われたみたいに僕らもこう他のバンドに負けないぞっていうのでバンドっていうの抜け出したかったんですよね。バンド自分たちはどんどんんんまだだだででできるっってててうの鎖国して3人だけでこう高め合っつって、うん ウーバー,ワールドも、うん、そう鎖国気味やったほとんど友達のバンドがいいから、はい、周りのバンドを気にせずに自由に曲を作れたし、はい、こんな曲作ったらシーンから弾かれるんじゃないかとかそういうの心配しながらやってるバンドもいる中で。はいはい 鎖国するのは結構大事なことですそうです、ね、もう早い段階でも、うん、バンドデビューする前からそれはもうずっと決めてたことだったのでウーバー見ててそこはすごい思いましたウーバーだけの色があるから、まあ、どんなに時代が変わろうともウーバーは変わらないなっていうのはうそういういいバンドに僕もなりたいんです,いす今のタイミングそこまでしっかりワニマって色も出てきたともうできてると思うし今ぐらいから開国していくのありやなとも思った。 今日の対談のために僕と話したい内容も考えてきてくださってますよね。そ、うんうん、そううアンケートに書かれてて、はい、自分以外のアーティストどう考えてんのかなと思ってることがあって <coughs>、はい、ある程度その音楽っていうのがしっかりと自分たちの地区にあって、はい、続けようと思えば一生できるやんか、はい、どうやってやめたらいいねろってところになっ、はい、来てるっていうかんか最後とか意識したりする。 近しいことは常にやっぱ僕考えてるタイプなんですよね、うん、自分たちで納得のいく形が取れるんやったら僕はもうスパーンとやめてやめたいんですけどただその納得いく形っていうのがきっと僕は見つからないのかなっていうのをずっと追い求めてしまうのかなっていうのはあるんですよね。なのでこう世の中の風向きとか関係なしに今自分たちでこう飛べる力を今つけたい。 思ってるところなんでいやもうこれに関してはもう俺もグラグラで、まあ、<laughs> あのー、<laughs> 俺の好きであり続けるアーティスト、はい、ボーイとかブルーハーツとか尾崎豊とか今いいシンから俺は今もなお好きでい続けられるのかなみたいな初めて好きになった時のまんまんなるほどでもその70歳ぐらいまでやり続けてるロックバンドもいて。はいはいはい その美学も間違いなくあるけど、はい、それが一番超絶かっこいいのかって言われたらまだ俺はそこが理解できてなくてファンのことを大切に思うがゆえに東京ドームのあの映像を時々思い出して彼らのために一番いい状態でこうシンクバックしたいとかいう欲も出てきてたりするけどここでやめたら絶対に80になった時に後悔するとか、はい、もうそれでグラグラ <laughs> 俺も答え出てないそ,な、ね、<laughs> それ難しいよな。はい 俺はウーバーのやっぱこう年取っていく姿っていうのは僕は見てたいなって思,思いました日に日にやっぱまだその体作りっていうのはあ歌に関してはっ、はい、ていうか声に関しては年々その声が出なくなっていくとか、はい、まあ俺好きだった「ボンジョンビ」とかもやっぱり昔歌ってた「キー」とかも全然違うキーで歌ってるから声って出なくなんのかなって思ったけど全然平気。むししろキーは上がってていくちゃんとれば、はい だからタバコとかそのお酒とかでダメになっていかれてるだけなんかなみたいなの年上の,その先輩たちは、はい、しっかりやれば歌は全然うまくなっていくって感じてる気持ちはどうですか体力的なものあはだからもうやり続けたい一心もうずっと続けたい<ー>だって歌が一番楽しいもんそうですよねってことはもう80までやれるやりたいやりたいけどもうあんなにも陶酔してくれてるファンたちを見ると、はい 一番いいところでやめないとそれ以上続けるのはもうただの自分のためだけであって、はい、彼らのためではないのかなとか考えたりする。うんなんかもうそこもセンチメンタル。もう一個いただいたんですか。もうあの八十歳以上生きながら、うん、でもこう音楽を続けるかっていうのに質問いただいた時に、うん、メンバーがいなくなったらもしかしたら俺音楽やらないのかな<ー>やっぱ。 喜びもやっぱ UVA 見ててもそうですけどやっぱ分かち合えてこそ僕は感じれるような気がしてるんですよ。やっぱり僕人人間も人も好きですして、うんうん、思った時にメンバーがいなくなったら俺年取って80でバスへのスナックでちょっとジャーンって弾いて気に下げて歌うかな。うん、う俺ももとと もうんと小さな町海の町で生まれたので海でこう海に向かいながら歌うかなと思ったらちょっと歌わない気ししましたねでもやっぱ結局納得のいく形納得のいく自分で出した答えっていうのがどのタイミングで折り合いつけれるのかっていうのがだからこう、うん、ずっと先輩でありってこう20年以上20年続けられてるこのウーバーの存在っていうのは僕らにとってやっぱまだウーバーがやっとるんやったら俺だって言い訳できんやんかっていうの気持ちなんですよ。 だから僕はずっとやっててほしいです。うん、ピーク更新し続けてるようにそうにそですすね頑張ります <laughs> 声もし声でなくなったりとか <laughs> ちょっと調子悪そうだったらうん、うん、ライブにちょっとディスりに行かないと <laughs> <laughs> それぐらいがいいと思うそうですねお互い。はい もう一個僕あの質問していく、はいはい、このやっぱ長い期間に第一線で本当にファンの方たちを大切にして他が真似できない領域,領域でこう君臨されてるバンドっていう僕イメージがあるんですけど危機とかかっってあったんですかメンバーが本来あの結成当時って8人いてサックス以外にもこう。 ホーーンンがいてトランペットがいて、はいいてててトトラペッボーカルももう1人いて、はい、このバンドに可能性を感じられずにそのメンバーが抜けていった時っていうのはやっぱりそうバンドが暗くなってって、はい、その時にはちょっとあまずいかなみたいな時もあったし、はい、そこの危機みたいな僕らもずっとこう3人でこうやってるんですけどまだ支持出して6年強で。 これから先こうどうしていくかっていうのをいろんな人たち話を聞いたりまあほんキーを下げたりとか昔の曲たちもポーンって高いキーで作った曲たちも今自分たちが一番かっこいいと思うキーにししたりしてるんですねでお客さんから言われることもいろいろあるんですけどただやっぱこうウーバー見ててやっぱこう変わらない強さっていうかそういうのも俺らがかっこいいと思うんやからお前らもついてこいよっていう強い気持ちは僕も持ちたいなってウーバー見てて思いました。 今日はたくさん話を聞かせていただき、ありがとうございます。武さんが答えてくれるんやったら、いろんな話を聞きたかった。もうだから、もう本当はいらないんですよ。ラジオとか映像。<laughs> でも、<laughs> でもこうしないと、武さん会えないなと思ったし。たなんでも、この機会はほんまによかった。俺、ちょっと大好きになって。いや、嬉しいです。だから、会えてよかったです。本当に <laughs> フェスもこう、今年は出られます。フェスは今年はあんまり出んとこなかなと思って,て。<あ>こんな感じや。から、もう。そうですね、なるべくこう。 そうワンマンでいこうかなと思って、<laughs> まあいくつかはもうオッケーしちゃってるのがあるからはい、うんえー。ということで今日はウーバーワールドのボーカルたくやさんをお迎えしました。たくやさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ワニワのベースボーカルケンタがナビゲートしてきたワウミュージックいかがだったでしょうか。緊張した。いやでももうたくやさんにいろいろ聞けたですね。でこうやっぱもう僕が思った通り本当に男がついてくる。 またこう女性もついてくる本当にもうバンドマンの先輩として本当間違ってない方なのでこれからもいろんな僕が迷った時とか聞きたいしまあ、フェスイベントでお会いした時とか、まあ、対話もしたいなって思ったし本当に今日お会いできて嬉しかったしありがたかったです本当にありがとうございます、えー、次回のゲストはワンオクロックのタカです、えー、タカとは緊張せずにいろんな話をできると思うのでホッとしてる部分もあるんですけどでももうバンドで言うたら先輩なので僕もしっかりこう聞いて いろんなことを学んで吸収したいと思いますえ来週もこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は東京都大寺熊本県出身ワニマの健太でした <music>